はいそれでは行きましょう藤原氏の映画と呼ばれるものですね、えー、平安時代の藤原の道長の権力を示すようなそんな資料ということになります、えー、時代はまあ漢字2年1018年なんですけど平安時代の中期平安時代っていうのは桓武天皇嵯峨天皇の時代そしてその後藤原の義父さん元常がまあ摂政官白としてね権力を握り始めその後醍醐村上天皇が天皇神聖と言って頑張った でその後この藤原の道長頼道の時代になり最後は院政が100年ぐらいね、えー、いわゆる上皇法を中心とした政治院政が続く、まあ、その頼道、えー、その前の道長の時代ちなみに道長の時代は大体30年。 それから寄り道の時代は50年続くということになりますでそんな藤原の道長のこれ権力について記したこの資料なんですけれどもいきましょう2018年のこの「資料昭遊記」は藤原実助という人物が書いたものの小野宮右大臣日記、ねまあ、これ略して「正遊記」と言ったりしますけれども、まあ、この実助という人物はちょっと最初に押さえたくて このの文章の、まあ、セリフ掛け合いいみたいになってます。道長のセリフとそれから実助のセリフと、まあ、これ掛け合いみたいな感じになっているんだで文章ねこぶみたいな感じですけど誰のセリフなのかちょっと分かるようにしていきたいで参りましょう勧進、えー、2年千0 1 8年ですね16日木の富、えー、今日藤原女御藤原の意思を持って皇后に立つるの日なり藤原の意思というのはこれ道長の娘で実は藤原の道長は意思の前に2人 自分の娘を天皇のの奥さんんにに入れてでこれてででここは3人目とということになるんですね自分の娘が天皇の奥さんになってで生まれた子供のその娘が産んだ子供のおじいちゃんとして外祖父として権力を握るこれが藤原氏の外籍政策っていうやつだったのも思い出していただきながら、まあ、まさに今日が。 その宇治原の医師が、えー、天皇の奥さん皇后になった日だまあ、お祝いの日だって言ってるんですねそのお祝いの日というシチュエーションの中で道長がこんな歌を読む大公下官を呼びて曰く太公っていうのはこれは道長のことなんか太公っていうとこれあの秀吉なんかを思い出してしまうけれどもここでは道長のこと ちなみにこれ、太閤、秀吉のところでね、太閤賢庁の太閤の,のところで、全関白の人のことを指すなんて勉強したりしますが、細かいですが、道長は正式には関白になってないから注意してください。内乱から摂政、大乗大臣にはなっているけど、関白にはなってない。ただ、ここでも、太閤って道長のことを言っている。ちょっとややこしいけど、これは入試問題でこう突っ込まれたりすることがあり得るところ、下官お呼びでいく、この下官というのが、ちょっとこう、へりくだってね。 謙譲語っぽく言ってますけれども、藤原実助のことで。で、まあ、道長様が私めをお呼びになってこう言った、ね。まあ、これはだから、道長のセリフが続きます。和歌を詠まんとほす。必ずわすべし。いや、和歌を詠もうと思うんだよね。ね。まあ、必ずわすべし。あのー、まあ、合わせてくれと。和歌をね。あの、合わせ歌やってくれ。なんていうふうに言うんで、答えていわく、実助がこう言った。なんぞわし立てまつらざらんや。 まあどんな歌をね、えー、これプラスしたらいいですかこう合わせていったらいいですかなんて言ったらまた曰くねまた言うこれ道長のセリフ誇りたる歌に名むある」「いい歌ができちゃった誇れる歌ができちゃった」「ただし出向にあらず」ま「あ、出向は宿題の宿でさ要は前々から考えていた準備していたものじゃないんですよ」「裏返せば即興でこの場でパッと浮かんちゃった」 俺ってこんな歌がすぐ出てくるぐらい超すげえってことを言ってたりするわけですなかなかすごいセリフですよねでどんな歌なのこの世は我が要造と思う餅月の欠けたることもなしと思えばまあ、餅月っていうのはここでは満月ぐらいに考えてくれればいいかなこの世の中は俺の世の中だぜね、餅月の欠けたることもなしと思えば まあ月というのは当然満ちて欠けていくわけで満月だってこのあと基本的には満ちた後か欠けていくんですけれどもこの俺の権勢は俺の権力は欠けることのない満月のようだなんていうことを言っている道長自分自身で自分の権勢のことを欠けることのない満月のようだなんてことを言ってるなかなかすごいって話ですよね。でよ申し出く ここでよというふうに一輪称言ってるのだが、言ってるのは、これはサネスケのことですよね。藤原のサネスケが、こう申し上げた道長の歌を受けて、まあどんなふうなリアクション、どんなリアクションするか気になるところですが、音、板、指なり、いや、素晴らしい歌です、もう美しい歌ですと、ね。これ、周到するにすべなしい、あまりにも歌が美しすぎちゃって、素晴らしすぎちゃって、その後に歌をお返しするなんてことはとてもできません。ね、ただ、漫座ただ、この歌を受すべし、皆さん、 もうここでみんなで「この歌を歌おうじゃありませんか」なんていうふうに言っているなかなかすごいシチュエーションですよね。がが自分自分身がすごいといとう,うに言って でまあこれね突っ込んでいると自分の前、自分の政権すごいとか言ってんのよって突っ込んであげたいところだけどそんなもんもちろんできません。いやーもうあまりにもすごい歌すぎてとても歌なんて合わせてねつなげていくことできませんからこれ皆さん、ここで道長様の歌を歌おうじゃありませんかねこのヨーバばーなんてみんなで歌いましょうと言っていた。まあ わかるかな、突っ込めないぐらい、まあこれ道長に対するそんなねツッコミができないぐらい道長の権制がすごいものであった、道の道長の権力がすごいものであったということを示すような文章というところになるわけですね。まあちょっとなんていうのかな、こんなの日記に書いてる時点で、まあ心の中から本当に道長様すごいと思ってるわけじゃなくて、ちょっと皮肉っぽくね、えー、この文章そのものを言っていると。 いうところまあ、実際にこの道長の県政を示すような、まあ、古文でありがちな文章だったりしますけれどもものということで出典の昭遊記なんていうのも合わせて聞かれることよくあります。えー、これ日日記記ですね藤原の,の日記、まあ、ちなみにこれちょっと関連事項になっちゃいますけど藤原の道長の日記といったら御堂関白記。 とというのののははここれは藤原の道長のお寺北条のことを指したりするたださっき言ったように「御堂関白」「切って「道長の歌」のことを言うけど道長自身は関白になってないなんていうのも押さえながらこの「昭有記」は藤原の実助の日記なんだというところまで合わせて押さえといてもらえればなと思います。というところで「えー、望月の歌」なんていうふうに言ったりすることもなありますね藤原氏の映画についての資料でした。 はい。っていうね、もちづきの歌の授業でした。そしたらね、最後、問題やって終わらせましょう。でね、第1問、第1問は、先の大乗大寺院、大公、そして、この世を奪の歌を歌った人は誰か。第2問、第2問は、下巻は誰か。最後は、出典の作者は誰か。です。 ね、答えやっていきましょうまずは第1問の答え第1問の答えは藤原の道長ですそして第2問第2問は藤原実助ですねそして第3問第3問の答えも藤原実助です正直を作ったのは藤原実助ですねはいということで以上になります森続きの歌いかがでしたかはいということで、ね、以上になりますお疲れ様でした